暴走するマッドダイヤルが吹き出した霧とティーチが放つ闇とが融合し、黒ひげ連合のティーチ、モリア、エネル、そして赤犬とキザルが率いる海兵たちをも飲み込んで消し去ってしまう。しかし数日を経た頃、彼らは再びその姿を現した。ティーチら黒ひげ連合の者たちと赤犬キザルらが率いる海軍の海兵たちは凶暴性をむき出しにして各地を無差別に攻撃し始め、世の人々を恐怖と絶望に陥れる。白ひげ海賊団は自分たちの領海だけでも守ろうと奮闘を続け、ガープやスモーカーも残った海兵をかき集めて治安を守るため各地を奔走する。麦わらの一味やローも敵を追って戦い続けたが、次々と現れる新手の敵勢は全く衰える気配を見せず、情勢は悪化するばかりだった。クソ、倒しても倒してもキリがねえ。黒ひげはどこ行ったんだ。あいつさえぶっ倒せば。いや、そう簡単にはいかねえだろう。前の戦闘で黒ひげはコントロールダイヤルを失っている。今の状況を黒ひげだけで制御できているとは思えねえ。一番の問題は敵の兵力が一向に減らねえことだ。そのことだが、どうも敵は今も兵力を増やし続けているらしい。なんだと。だがマッドダイヤルは前の戦闘で全て破裂したはずじゃねえのか。もしマッドダイヤルを新たに調達してるとすれば説明はつく。なるほどな。だがどこから調達してるんだ。ダイヤルだから空島じゃねえか。ああ、それが一番自然な考え方だな。マッドダイヤルの供給さえ止められれば敵の兵力を減らしていける。行ってみようじゃねえか、空島によ。敵が現れたぞ。即刻排除するのだ。どっかにダイヤルがあるんだ。全部ぶっ壊してやる。敵の守りが厚い場所が3箇所。調べるとすればそこからだ。よし、ここに行ってくれ。ルーイッルー。怪しい場所を手分けして調べるぞ。スキャン。じゃあ私は本拠地を守ってやる。別に敵が怖いわけじゃねえからな。シャンプルーカー。雷だ。消えてるか。ルーカッツ。スキャンカウンタック。今回はわしの ルーカッツ。ハハハハ、絶景似て非なる我らの能力、これを合わせれば無敵となろう。ハハハハハ。シャンブル。シャンブル。あいつらをぶっ飛ばしてえけど、仲間も助けねえとな。ここは神の領域、足を踏み入れるなど不届きなことだ。そこまでだ。ルーン、神を怒らせたな。後悔するぞ。ここは立ち入り禁止だ。そこまでだ。消えてもらうよ。
やさかりのまがたま。逃がさないよ。死の下界、トラファルガー・ロー。逃げやしねえよ。これでマッドダイヤルの供給は立てた。あとは親玉の連中を倒すだけってわけだ。おかしいね。わしはなんで空島に。正気に戻ったんなら職務を全うしてくれ。黒ひげのバカがダイヤルを暴走させたおかげで世界はめちゃくちゃになっちまってるんだ。ほう、この私が正気を失っていたのはあの男の仕業か。神をも恐れぬ将棋を到底許すことはできん。償わせねばならんな。ならお前も来りゃいい。決戦の日はそう遠くねえはずだ。小僧、ティーチたちの本拠が割れたぜ。本当か？どこにいるんだ？ハンクハザードだ。モリアやマグマ小僧もいるらしい。事の始まりもハンクハザードだった。因縁の場所ね。親父、ルフィ、いよいよだな。ああ、次の一戦で全てを終わらせてやる。エース、集められるだけの戦力を集めろ。準備ができ次第、出るぞ。ナミ、俺たちも戦闘準備だ。うん、分かった。小僧、この一戦に負けりゃもうおめえらの時代は来ねえと思えよ。こんなに仲間がいるんだ、負けねえよ。うららららそうだな、負けるわけはねえ。俺たちでイカれた時代に引導を渡してやろうじゃねえか。うん、行くぞ。